エリニア構成は、独ソ戦初期の1941年8月30日から9月8日に、かけて、バルバロッサ作戦における、スモレンスクの戦いの一環として行われた赤軍の軍事作戦。ドイツ国防軍第四軍が部屋島、そして最終的には、モスクワを伺うべく、スモレンスク南東 50km 地点に形成した、半円形のエリニア突出部に対して行われた。 構成であった。1941年9月8日、ドイツ軍はその側面に強圧を受けながら、エリニャ都市室部を撤退し、後には無人の荒野が残された。この構成は、バルバロッサ作戦において、ドイツ軍が初めて直面した反撃であり、エリニャは赤軍にとって初めて奪還した自国領土となったため、ナチスドイツと、 ソビート連邦の両者によって盛んにプロパガンダがなされ、特にソ連人民には四季の公用をもたらした。エリニアはスモレンスクの8 2トル南東に位置し、付近には第二装甲集団司令官のハインツグデイリアンがモスクワへのさらなる進撃の削減地として戦略的に重要とみなしていた高地があった。第二装甲集団は1941年7月19日に、 高知を占領した者の,の燃料と弾薬の欠乏により、停止を余儀なくされ、中央軍集団が休養と再編に入った7月下旬以降、その伸び切った側面は、頻繁に赤軍の反撃を受けるようになった。8月1日、スタッフカは、予備戦線の創設を承認し、司令官に、ゲオルギー・ジューコフを任命した。彼の指揮下には新設された、いくつかの軍が編入されたものの、 それらはおおよそ連度が低く、十分な戦車や砲兵戦力も書いていた。そのうちの2個軍、コンスタンチン・ラクーチン少将の第24軍と、パーベル・クロチキン・中将の第43軍は、セミオン・チモシェンコ司令官の西部戦線を支援するため、エリニアにおいて、ドイツ軍を撃破してジェスナ川を溶かし、8月上旬に、第2装甲集団が占領したロスラブリを奪還する、ことを命ぜられた。 都市室部内に配置されていたドイツ軍は、当初は第10走行士団、SS 士団来ヒ、第268不評士団その他だったが、これらは第268士団を除いて配置転換され、変わって第78不評士団、第137不評士団、第292不評士団が配置された。第268士団も合わせて、総兵力は、 約7万名を数え、500門の方、第202突撃砲大隊の40両の3号突撃砲を備えていた。このうち、第78、268,292の各師団は、第20軍団の霊下に収められていた。また、都市部の北側元橋は、第15不評師団、南側元橋は、第7不評師団が固めた。 エリーニア構成の第一段階は8月第一週の終わりに開始されたが、これは失敗が明らかとなり48時間以内に中止された。それにもかかわらず、赤軍は8月20日まで断続的に構成を続け、8月30日には西部戦線及びアンドレーへ両民子司令官のブリャンスク戦線が行う作戦と強調しつつ再開された。 8月30日に行われた構成は次のような計画であった。なお、この構成を担任した第24軍の航空戦力は偵察機、砲兵観測機が20機あるだけで、戦闘機、襲撃機による支援は行われなかった。9月3日、包囲の脅威を受けて、ドイツ軍は側面の敵を防ぎつつ、エリニャとしつからの撤退を開始した。 一週間の激しい戦闘の後、ヒトラーは中央軍集団のフェードアフォン、ボック司令官に撤退の許可を与えた。9月6日、エディニャは赤軍によって奪還された。赤軍の攻勢は9月8日にドイツ軍の新たな防衛線に到達するまで継続した。それ側はこの攻勢によって都市部のドイツ軍主力は壊滅したと宣伝したが、実際には 撤退に成功していた。とはいえ、第20軍団は8月から9月にかけて約2万3000名の損害をこむり、第4軍は1941年の残りをすべて再編に当てねばならなかった。イギリスの戦争特派員だったアレグザンダー・ワースは、1964年に出版したロシア ATO、1941から1945の中で、 奪還後に訪れたエリニアの様子を記述している。それによれば、以前には1万5千人が暮らしていたエリニアの町は完全に破壊され、働ける男女はほとんど全員が強制労働大隊に編入され、ドイツ候補へと送られて、数百人の老人と子供のみが残ることを許されていた。ワースが得た証言によれば、ドイツ軍の撤退前夜、残っていた住民は、 全員教会に閉じ込められ、ドイツ兵が家々を略奪して計画的に放火して行くのが目撃されたという。彼らは赤軍の進撃によって解放された。ワースは、ドイツ軍が占領していたエリニャ都市室部の内部は完全に荒廃し、多くの村や町が破壊され、少数の住民は穴蔵に隠れて生き延びていたと描写している。ドイツ国防軍は、 8月8日から9月8日にかけて第20軍団が約2万3000名の損害を被った。赤軍は8月30日から9月8日にかけて全体で推計3万1853名の損害を被った。歴史家のデビット・グランツは赤軍がエリニア構成の戦略的目標を達成するために第24軍はその戦力の4割近い犠牲を 払わねばならなかったとして、ドイツ軍の進撃を一時的に鈍化させる効果はあったものの、スモレンスク方面における赤軍の他の構成の失敗とも相まって、赤軍のモスクワ防衛のための戦力を大幅に削ぐことになったと結論付けた。グランツはアメリカ陸軍遺産教育センターで行った講演の中で、赤軍がスモレンスクの東で多くの犠牲を払って、 構成を行った場合とそうでない場合とを比較しても、モスクワの戦いに至るまでの経過はほとんど変わらなかっただろうと主張している。また、グランツとジョナサンハウスが強調した、ウェン・タイタンズ・クラッシュド、ハウザレット・アーミー・ストップとヒトラーの2015年版では、著者らは、西部戦線がこむった損害は、将来のドイツ軍の構成を阻止する力を削いだが、ボックの軍集団に損害を与えたことが、 モスクワ全面でのドイツ軍の崩壊と述べている。エリーニア構成はバルバロッサ作戦においてドイツ国防軍が初めて味わった砂鉄だった。ナチスのプロパガンダは計画されていた撤退に過ぎないと矮小化したが、あるドイツ兵は1941年9月に次のように書いている。公式見解はそれを戦略的退却と呼んでいたが、私にとってはデタラメだった。あくる日 我々はラジオの前線からのニュースでエリニア防衛戦での成功裏に終わった戦線の整理と敵に与えた壊滅的損害のことを聞いた。しかし撤退について戦況の絶望的なことについて兵士たちの防戦実質についてはついに一言も聞かれなかった。つまりはまたゾロ勝利したというわけだ。前線の我々は狐を前にしたウサギのように逃げ惑っていたのに。 事実が、でたらめから、勝利へと変わっていくのを見て、私や、考えるのをやめていなかった戦友たちは困惑せざるを得なかった。ソ連としては、プロパガンダによってこの構成を大成功と称揚して、広く世界の関心を集めたいと考えていたので、エリニアの戦いは、外国特派員が前線を訪れる初めての機会となった。1941年9月15日から22日に、 かけて外国特派員8人のうち7人がエリニアを訪問した。ワースの言葉を借りればこの戦いはソ連の報道においてその実際のあるいはその最終的な重要性に比して全く不釣り合いなほどに宣伝された。にもかかわらずワースはこの戦いがソ連の指揮に与えた影響を強調し次のように記す。その場所は赤軍がドイツに 初めて勝利した場所というだけでなく、ヨーロッパ全域において、ヒトラーの国防軍から初めて奪還された領土、高々100から150マイル四方の、だった。奇妙なことだが、1941年当時においては、それは大きな成果とみなされたのである。エリーニア構成は、赤軍における、新鋭称号の創設のきっかけとなった。 第100狙撃士団が第1新鋭狙撃士団に、第127狙撃士団が、第2新鋭狙撃士団に解消された。さらに1941年9月26日には、第107狙撃士団が、第5新鋭狙撃士団に、第120狙撃士団が、第6新鋭狙撃士団に解消された。赤軍の戦闘序列は次の通り、 ドイツ国防軍の戦闘序列は次の通り、ありがとうございます。